新日本プロレスとノアの人間なので、お互い最終的には意地の張り合いになるんじゃないかなと思います。びっくりしましたよ、あのカードが発表した時に東京トルネードって書いてあるんですよ。東京トルネード、懐かしい響きでした。あの文字に全て答えは入ってますよ。天草選手はご存知でしたでしょうか。もちろん知ってますよ、はい、以前会ったことがあるっていうふうに話されてましたけど、うん、いやまあ目を閉じた時にですよ、まあ、の挑戦表明というか横浜アリーナの試合後のコメントのところに来た時に、姿ではなくあの声を聞いた時にね、これはどこかで聞いたことがある声だなと、まあそう感じたんでね、あの時はそういうふうに言いましたけどね。イギリスでいつかまたっていう約束をした選手がいるって言ってたんですけど、はい、うん、それは天草選手のことですか。それは難しいですね。俺から何て言ったらいいのかわからないですし、あれが天草選手だったのか違ったのか、どっちだと思いますか。天草選手じゃないかな。天草選手なんですか。はあ、じゃああの時僕がイギリスで約束したのは天草選手だったっていうふうなことをはっきりと言ってしまって大丈夫ですか。何も問題起こらないですか。起こられないですか。俺はそれが心配ですけど大丈夫ですか。俺の言葉ではないですよ。どうしますか。訂正しますか。そうじゃないんですかという質問です。うまいですね。だってもう答えが出てるじゃないですか。俺びっくりしましたよ、あのカード発表した時に東京トルネードって書いてあるんですよ。東京トルネードって知ってますか。あれは誰がつけたんですかね。あの俺と天草選手の戦いのキャッチコピーですか。新日本プロレス VS ノア、東京トルネード天草 VS 高橋宏武。東京トルネード、懐かしい響きでした。あれは一体誰がつけたのかなと、どこのセンスがある方なのかなと思いましたね。センスがある方のネーミングだと、はい、おっしゃるんですね、はい。東京トルネード、あの文字に全て答えは入ってますよ。東京トルネードについてお話しいただけませんか。まあ相当マニアックな世界になると思いますけどね、はい、まあかつて自分がこう2013年ですかね、イギリス遠征に行って、その時に道のくプロレスのケンバイさんっていう人がいたんですよ。俺3ヶ月ぐらい一緒に住んでたんですかね。その時にまあ各地方本当にいろんなところ回りましたよ、2人で。その時にケンバイ選手と一緒に組んでたのが東京トルネードというタッグチーム名だったんですよ。そのケンバイ選手とイギリスでね、初めてタイトルマッチをやったんですよね。そのね、タイトルマッチがね、俺の中でもすごくひどかったんですよ。もう簡単にやられてしまってね、人生初のタイトルマッチだったんですけどね、すごい悔いが残るタイトルマッチだったんですよ。でその後にケンバイさんお願いしますと、どこでもいいですと、いつでもいいです、タイトルマッチはなくてもいいです、いつかまた俺とシングルマッチで戦ってくださいと、っていう約束をした人がいました。それが東京トルネードというタッグチームなんですよ。これはまあ偶然なのかどうか俺は分からないですよ。まあ、このね、名前を付けたセンスのある方が東京トルネードという名前を付けたのかもしれないですしね、そこは分からないです。その人がこの東京トルネードを知ってたかどうかも知らないです。ただ東京トルネードって付いた時に俺の中ではちょっと答えが出たかなと。その答えとはどういった答えですか。その質問は愚問じゃないですか。どうしてもその答え聞きたいんですけれども。いや、ただその質問が愚問だと思いますね。失礼しました。天草選手との試合が決まった瞬間はどういうふうに思われましたか。いや、まさかね、でノアのチャンピオンですよね。まさかノアのチャンピオンからあの場に、ああいうふうな形で挑戦表明みたいな、シングルマッチでやりましょうと言ってもらえたのは嬉しいですよ、素直に。まあ、それは高橋宏夢に魅力を感じたからこそのあの言葉だったと思うので、
これはだから単純にすごく楽しみになりましたね。ワクワクしましたよ。チャンピオンから声かけてもらえるなんて、しかもまさかね、チャンピオン同士で本当に戦えることになるとは思ってなかったですよ。天草選手とはどんな試合をしたいとかってイメージありますか？でもやっぱり動きが早いですし、すごい空中サポーなんかも使われる人なんだなと、まあ、自分としては好きなタイプの相手ですかね。ああいう空中サポーを使う人間は自分は好きなんですよ。俺に持ってないものをやってくれる人と戦えるのは単純に好きですね。当日もどんな試合になるんですかね。まあただどちらもね、新日本プロレスとノアの人間なので、お互い最終的には意地の張り合いになるんじゃないかなと思いますよ。団体同士っていうことでいつもと違う感情ってありますか？正直まあ天草選手はまだノアでそんなに月日が経ってない、団体を背負って戦わせたらさすがにちょっとかわいそうなんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあチャンピオンであることは間違いないんですけどね、俺の中ではこれは新日本プロレス VS ノアではなく東京トルネード対決なんですよ。ということは天草選手は10年前ぐらいに戦った相手と思っているということでよろしいですか？その質問は愚問じゃないですかね。失礼しました。今回武藤敬司選手の引退興行という部分がありますので、武藤選手に対するお話を何かいただきますか？まあ武藤さんは自分の中では唯一無二の圧倒的存在感の人間ですよね。誰も真似できない、なんていうんですかね、その時代時代の匂いをまとって戦ってる人ってもう今レスラー現役ではいないんじゃないですかね。なんかその最後の人間だったと俺は思いますね。まあなんで、まあでもプロレス界に関しては今いる人間がしっかりと盛り上げるので、お疲れ様でしたって感じですかね。ロンガイ選手も同じ日に引退発表してるんですけども、はいはい、野沢さんに対する思いとかって何かありますか？野沢さんはですね、これ何にもないですね。何にもないです。はい、はい、何にもないです。武藤選手に何か一言メッセージをいただけたら、武藤さんに一言メッセージ、俺がこれをここで武藤さんに対して一言メッセージを送ることによって武藤さんは見るんですか、これを？多分武藤さんは見る。本当ですか？はい、俺がここで一言何を言うんですか、武藤さんに対して？武藤さん見てますか？高橋郎と申します。これからプロレス界引っ張っていくんで頑張りますっていうの見ます？本当に見て何を思うんですか、武藤さんが。どうでもいいんじゃないですか、誰だこいつぐらいな感じですよきっと。見てみますか今の、本当に今のでいいですよ。もう今のがメッセージです、とかもうここまで含んでいいです。見てくれます？本当に俺は期待してますよ、それを。はい、野沢さんにはありますか？ないですね、野沢さんにはないですね。なかった、なかった、ない、なかった、なかったな、そうだ、あれだ、あの時何でしたっけ、あ、違う人だった、ない、ないです、ないです、すいません、ないですね、はい、メキシコで、なんかあったとか、はい、あ、そっか、ないな、ない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 です、何にもないですね、本当にないですね、はい、本当にないです、はい、わかりました、はい、じゃあ以上です。あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。高橋ヒロム殿の言霊、特別な強い力を感じておりました。ノアジュニアの代表として新しい頂を目指す者の戦いを、新鮮さを感じていただきたい。我らの戦いが未来を明るく照らすものになればよいと心
心からそう思っております。なぜヒロム選手と戦おうと思ったんですか？我はノアジュニアの新しい頂を目指しております。日本を代表するジュニアの頂に座る高橋ヒロム殿、団体の王座にいながら常に新しい頂を見せ続けている姿、我にはとても眩しく魅力的に見えておりました。そんな高橋ヒロム殿と戦いたい、そんな思いを我はもう抑えることができませんでした。団体の垣根を越えてもその旨直接お伝えさせていただきたく参上いたしました。高橋ヒロム殿の言霊、何か特別な強い力を感じておりました。見る者にとって魅力的な言葉、発信、それを特別なものに変える力、心を震わせる強い生き様に感服いたしておりました。目を閉じて天草選手の話を聞いていると、過去に対戦を約束した相手を思い出すと言っているんですけれども、それは天草選手のことですか？そのような質問、愚問ではありませんか？我の名は天草、以後お見知りおきよ。ヒロム選手は天草選手だったと勘違いしていると思ってよろしいですか？その質問が愚問ではありませんかと問うております。ヒロム選手と戦った場合どんな試合になると思いますか？我にももはや想像できぬ高い頂き、それをも超える戦いをお見せしたい。そのために全身全霊向かっておる。今は道の途中といったところでございます。お互いが団体のチャンピオンでありますが、このチャンピオン同士の戦いに関してどういうふうに思われていますか？我はノアで戦い始めてまだ大した月日を歩んでおりません。ですが今は大事なものを背負わせていただいております。ノアジュニアの代表として新しい頂を目指す者の戦いを、新鮮さを感じていただきたい。我らの戦いが未来を明るく照らすものになればよいと心からそう思っております。高橋ヒロム殿、まずは何より我の思い受け取っていただき誠に感謝いたします。こんなにも心もゆる戦い、我にも経験したことありません。日本一のジュニアになるため、来たる日まで精一杯精進してまいります。2月21日東京ドーム、いざ尋常に勝負。我の妙技とくとご覧ください。刑事武藤グランドファイナル、プロレスラストラブ、ホールドアウト。プロレスラー武藤刑事、全てを出し尽くして最後白く灰になりたいと思っております。ファイナルカウントダウンシリーズを歩んできた天才武藤刑事、その歴史に幕が降りる。2月21日東京ドーム、全対戦カード発表。午後4時よりスターティングバトル開始。
スターティングラブ、矢野泰孝、稲村芳樹 VS 稲葉大輝、マサ北宮。東京女子プロレス提供試合 TJPW スターク、新井由紀、渡辺美優、伊藤真希、水木 VS 辰巳梨花、中島翔子、山下美優、坂崎由子。ワールドウォリアーバトル、アンソニー・グリーン、ジャック・モリス、ジェイク・リー VS ティモシー・スタッチャー、小島さとし、杉浦隆。午後5時よりオープニングマッチ開始。ニューエクスプロージョン、宮脇潤太、アレハンドロ、吉岡誠輝、陽平、小峠敦 VS ダガ、クリス・リッチウェイ、早田、エイタ、小川義成。 DDT 提供試合、ドラマティックドリームフューチャー、正田武史、興禄雄也、岡谷秀樹、遠藤哲也 VS 小島桃衣、上野勇気、勝俣俊馬、魔王。ドラゴンゲート VS ノア、忍者マック、イホデドクトルワグナージュニア、丸藤直道 VS ディアマンテ、キャイ、シュンスカイウォーカー。全日本プロレス VS ノア、曽谷学、中島勝彦、剣王 VS 青柳優馬、スワマ、宮原健人。野沢論外引退試合、フィナールデルーチャー、マサダ、野沢論外 VS 石森泰治、ゲド。新日本プロレス VS ノア、東京トルネード、天草 VS 高橋ひろむ。お前すげえ、シングルで決着つけろ。新日本プロレス VS ノア、シャイニングスルー、清宮キャイト VS 岡田和彦。内藤、これの引退試合の相手、来月東京ドーム、お前に決めた。嘘。嘘。武藤圭司引退試合、プロレスラストラブ、内藤哲也 VS 武藤圭司。2月21日東京ドーム、日本プロレス史上最大の夜。